雨。ザーザーと降り注ぐ雨は記憶から時間の概念をにじませていく。例えば10年前故郷を追われたあの日も、8年前橋の下でガタガタ震えていたあの日も、5年前イセリアにたどり着いたあの日も、1年前弟の頬を叩いたあの日も、すべては雨が降っている時に起こった出来事として、前後の脈絡を失いぼんやりとそこにある。ただただ鈍い痛みだけを伴う。まだ人間というものを分かっていない。そんなこと分かっていない。何も分かってないわ。姉さんは間違ってる。姉さんはいつも正しいけど、今の姉さんは絶対に間違ってるよ。あの時も雨が降って、ごめんね、お母さんを許して。ごめんね、ごめんね、ごめんね。冷たい雨に打ちのめされない、私はいつもこう考えることしていた。これは仕組みなのだと。世界はそのようにできている。だから私は誰も憎まないし、誰に憎まれているわけでもない。私は傷つくことはない。ただ仕組みに押しつぶされないよう、固く固く心を固くしてゆけばいい。それは決して私が傷ついているということではなく、憎んでいる。姉さんの温かい手。そうだ、あの日も雨が降っていた。ここが私たちの新しい住処、イセリア。イセリア、見ての通りの辺境の村だから、子供たちに学問を教える仕事は歓迎されるはずだわ。だといいね。ジーニス、強くならなくてはいけなくてよ。分かってるよ姉さん。そして油断してもダメ。油断したが最後、私たちの居場所はなくなる。わかるわね。ごめんね、僕が余計なことを言わなければまだあの町にいられたのに。あなたのせいじゃない。誰のせいでもない。ただそういうことなの。私たちハーフエルフに居場所はない。そういうふうに決まってしまっているだけ。誰？ああ、こっちこそ誰だよ。見ない顔だな。なんだお前ら。僕はリフィルです。こちらが弟のジーニアス。教師の仕事を探して旅をしてきたの。よろしく。あのさ、あんたたちエルフか？ええ、そうよ。はあ、腹減ってない？え？腹減ってるだろなあ。実はさ、あっちで闇バーベキューパーティーやってるんだけど、人数足りなくていまいち盛り上がってないんだよ。1週間前から楽しみにしてたのに、
この程度の小雨でみんなやる気なくして参加してくれなくてさ、誰か暇そうなやつはいねえかなって。私たちは村長さんにご挨拶。いいじゃん。そうだ、それじゃあ村長も強引に引っ張り出そうぜな。それでいいだろ。でもこの村で仕事するんだろ。だったらもう仲間じゃん。姉さんどうしよう。来いって。ジーニアスでいいんだよな。うん。俺はロイド、ロイド・アービング、よろしくな。よっしゃー、コレットも喜ぶぞ。あ、コレットってのは俺の友達ね。聞いて驚くなよ、コレットはマナの巫女なんだぜ。ま、詳しくはあっちで説明するからさ。ちょっと待って、お待ちなさいってば。言っとくけど、バーベキューじゃなくて闇バーベキューだからな。どんな食い物が焼けてるかは見てのお楽しみ。よし、行くぞー。ちょっと待って。僕の腕を掴んで強引に引っ張っていくロイド。その手の温かさをはっきりと覚えている。8年前、橋の下で震えていた時の姉さんの体の温かさ。止まないわね、雨。うん。今、大きな木の下でつないでいる姉さんの